パソコンで Zoom 面接をする方法をご説明いたします。まず、Zoom という言葉、ZOOM。こちらで Google 検索を行ってください。そうするとこのように Zoom のホームページに来ます。ホームページに来ましたら、こちら下の方に行きますと、ダウンロードコーナーに Meeting クライアントというものがありますので、ここをクリックします。クリックしましたらダウンロードセンターが出ますので、そこで Meeting 用 Zoom クライアント、こちらの方をダウンロードしてください。その後パソコンにインストールをします。ミーティング用 Zoom クライアントをインストールして、そのソフトを立ち上げますと、このような画面になります。ここで採用担当者に案内された方法によって、面接のやり方は2つに分かれます。1つはこのような URL を案内された場合、もう1つはミーティング ID とパスワードを案内された場合ですね。それぞれご説明いたします。このような招待 URL を案内された場合は、メール内のその URL をクリックしてください。このような画面になります。アプリケーションを開く方を求めていますので、Zoom を開くとクリックします。そうするとこの画面になります。ホストがこのミーティングを開始するのをお待ちくださいとなりますので、ホストというのはあなたが面接を受けている会社です。この面接が始まる前に必ずやっていただきたいこと、それはこちら、コンピューターのオーディオをテストすることです。こちらをクリックします。スピーカーとマイク、2つがありますので、こちらが正しく動作していることをご確認ください。もしこれが動作していない場合は、パソコンの設定でマイクを選ぶ、スピーカーを選ぶというふうな形で、音が聞こえて声がちゃんと拾えるような形にしておくことが必要です。ビデオ、こちらをクリックすると、今度はカメラのテストがありますので、そちらでカメラでちゃんと映るかどうかもご確認ください。あとはホストが面接を開始するのを待つのみです。では次に、ミーティング ID とパスワードを案内された場合、こちらに関しましては、まずソフトのインストールまでは同じです。そしてソフトを立ち上げたらこの画面になりますので、ここでミーティングに参加というボタンを押します。そうするとミーティング ID の方の入力を求められますので、28703446。こちらはですね、面接ごとに発行されますので、次回以降は使えません。そして、この名前にはパソコンの名前が入ってきます。これをあなたの名前に変えましょう。その後、参加ボタンを押します。次にミーティングパスワードの方を聞いてきますので、ここでも案内があったパスワードの方を入力します。026124。こちらのパスワードを毎回違います。そして、ミーティングに参加を押します。そうするとこの画面になり、先ほどと同じく、あなたが受けている会社が面接を始めるのを待つことになります。その間に、オーディオとビデオのテストをしておいてください。それでは面接を頑張ってください。